ガチンコマイルチ君。本当に今日本で唯一のハイアットハウス金沢ですよね。これ中長期型ホテルって言われているタイプのホテルですのでね、いろいろなハイアットの中で結構特殊的なね、そんなホテルだと思います。今回ですね、宿泊した部屋はキッチンスタジオという部屋なんですね。大きさ的にはもう40平米ちょっと超えるぐらいの、はい、いいですね。これぐらいあると暮らしやすいんですよね。でも20平米前後ね、よくビジネスホテルである部屋ですと、そこで1週間いるとすごい窮屈になりますよね。でもやはり40平米ほどあると気持ちが楽になります。なるほど、だからこれほど広いんだと思ったんですよね。実はもう少し狭い部屋もあるんですね。30平米ないんですけれども、そこはキッチンはついてないんですね。泊まったのはキッチンスタジオで、そこは本当にね、広くて、そして浴槽ですよね、ユニットバス。このユニットバスがよくお家でも使われるタイプの1616、これ建築のお話になるんですけどねなるほど。両手広げたぐらいのお風呂があるわけですよ。洗い場があって浴槽があって、ですので足を投げ出せます。ゆっくりとお風呂で疲れを取ってくださいね、そういうホテル側の意図があるんでしょうね。じゃないと例えば1ヶ月暮らそうと思ったら暮らせないですよね。疲れを取るんで、そういう広いお風呂もしてるんでしょうし、で廊下とか床フローリングとよく言いますけれども、床が柔らかいんですね。当然コンクリートの上にね張っていくんでしょうけど、下にクッションがついてて音が出ないようになってたり、やはり硬いとこ歩いてると足疲れるんですよね。で柔らかいと体の疲れって来ないので、そういうことも素材選びからこだわってるなっていうのがね、これが中長期的に暮らすっていうコンセプトから全部出てるんだろうなというのは思うんですよ。まさにですね、冒頭川内さんのご紹介をさせていただいた時にも一級建築士ということをご案内させていただいたんですけども、建築家目線での部屋の凄さっていうのも非常に参考になりますね。ありがとうございます。もう来年もすでにハイアットについて70泊ほどのもう予定を組まれているということで、今年も川内さんグローバリストでいらっしゃるんでしょうか。はい、今年は今70泊超えました。もうすでに60泊を優に超えてるということですね、はい、予約の段階でもう100泊は入ってます。素晴らしいですね。ありがとう。今回のハイアットハウス金沢のですね、グローバリストの特典って何かこう恩恵を受けられたことっていうのはありますでしょうか。グローバリストの特典っていうのは2つなんですね、はい、で朝食無料というのが1つ、そしてレイトチェックアウト16時、この2つがこのハイアットハウスのグローバリスト特典になるんですよね。まあ私も期待しているアップグレード部屋のあれが対象外になってきます。あ、はい、私前に泊まってる時があるんですけど、それを知らなくて、はい、アップグレードを期待してたんですよ。なるほど。そしたらここは対象外ですって言われて、あっとねそんな経験ありました。なるほど。誰しもが期待するアップグレードが対象外のホテルということで、そこだけ聞くとですね、ちょこっと残念かなというふうに思うんですが、それを超える素晴らしさがハイアットハウスにはあるということだと思うんですが、改めてどういうところにありますでしょうか。やはり中長期的に住める、私たち夫婦もこう365日宿泊してるわけなんですけれども、ホテルにやはり1日2日ということではなくて長い期間住みたいんですね。そうすると今回は本当にこのキッチンがついてて、浴槽もついてて、床が柔らかくて、部屋もある程度広い、当然朝食もついてる、いうことないんですね。金沢のこの町に住みたいと思いました。なるほど。確かにステータスの特典っていうのは大事だと思うんですけれども、でも一番本当に大事なのはその旅を楽しむこと、それが人生も私旅だと思うわけですよ。だからこの人生の旅も全部この旅行の旅ももうどう楽しむかしかないんじゃないかなと思うんですよ。だからステータス関係なしに、ああここいいなと思ったところは私たちもどんどん行きます。そんな魅力がいっぱい詰まったハイアットハウス金沢かなと思うんですよね。ありがとうございます。旅を楽しむプラスアルファでその地域も楽しむ、そういうところがあるのかなというふうに思います。最近ですとハイアットにしろマリオットにしろヒルトンにしろステータスを持っている方がちょっとずつやっぱりこう増えてきていて、そのステータスの恩恵に固執する方もこうたまにはこういらっしゃるかなというふうに思うんですが、ステータスはあくまでこうホテル側のサービスというところなので、そのあたりの理解をしていくということも旅を楽しむことの一つのポイントになるという、そういうことですかね。そうですね。ちなみにハイアットハウス金沢で何か登録をすると特典を受けられるっていう話を聞いたんですけれども、それについてはいかがでしょうか。そうなんですよ。
ハイアットハウス金沢はワールドオブハイアットという会員になれば朝食が2人で泊まった時でも2人ともついてくるんですね。そうなんですか。そうなんです。ハイアットハウス金沢っていうのは予約をした時に1名分の朝食がついてます。はい。でも2名で泊まった時にはもう1名分のお支払いをしないといけないんですよ。なるほど。でも会員になってれば実は2名分ついてきます。でこの2名分ついて1ヶ月泊まったら朝食代だけですごいですよね。ああ、確かに。だからすっごいこれ恩恵だと思うんですよ。そうですね。グローバリストですとか上級ステータスを取るとそれなりにやっぱり費用はかかってくるわけなんですが、これはワールドハイアットの会員になればその恩恵を受けられるってそういうことでしょうか。そうなんです。ただ一点ですね、ハイアットの正式ホームページから申し込む必要性があるっていうことです。なるほど。他のサイトから申し込んではそれは無理になってくるんですけどね。ありがとうございます。まさに最後に非常に貴重な情報が出てきたかなと思うんですが、これからまさに金沢にこう旅行に行くですか、金沢にこう興味がある方がハイアットに泊まる場合ですね、ご予約の前にワールドオブハイアットの無料登録をまずしておくということがいいかなというふうに思いますね。今日も貴重なお話ありがとうございます。最後にこの YouTube 聞かれてる方にですね、河内さんからメッセージをいただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。本当にハイアットハウス金沢いいところです。で隣にはねセントリックっていうホテルがあります。この金沢というところを本当に満喫していただいて、そして旅というものを本当に満喫していただいて、自分の人生満喫していただいて、最高の人生を生きていただけたらいいんじゃないかなと思うんですよね。ありがとうございます。本日も非常に貴重なお話が聞けました。ガチンコマイル塾ではですね、こういった河内さんのように現地に行って体験をもとにしたですね貴重なお話を発信していくということをコンセプトにしております。またですね、プライムトラベルという旅行メディアのサイトで詳しくですね写真付きでレビューをしていただいておりますので、ぜひプライムトラベルへのアクセスもお願いできたらというふうに思います。YouTube でこうお話できないようなもう少しこう深いお話はメールマガジンも登録していただいた方向けにお話しているものもありますので、ぜひご興味がある方はメールマガジンの登録をお願いいたします。と同時にガチンコマイル塾いろんな方のレビューを、ね、配信していきますので、ご興味がある方はチャンネル登録もお願いいたします。いいねマークもポチッといただけると事務局の励みになりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、ということで河内さん今日も貴重な話ありがとうございました。ありがとうございました。ガチンコマイル塾。